はい、皆さんこんにちは。 YouTuber カメラマンエメです。皆さん写真の勉強をしていますか？写真家に詳しくなりたい人、はーい。では紹介していきます。今日の写真家さんは、502番蜷川美香さんです。もう皆さんもよく知ってます。蜷川美香さんを紹介していきます。蜷川美香、日本の女性写真家、映画監督。蜷川美香、1972年10月18日。うちの母と同じ誕生日です。日本の女性写真家、映画監督、愛称は蜷美香、小山富夫ギャラリーに所属し、芸能事務所はエイベックスマネジメントと提携している。2020年オリンピック・パラリンピック組織委員会理事、出生地東京都東久留米市、国籍日本、活動内容映画監督、2007年デビュー。主な家族、蜷川幸雄父、谷崎十郎祖父、真山智子母。映画監督、サクラン、ヘルタースケルター、ダイナー。受賞歴、1996年9回写真一つぼ展グランプリ、1996年第13回キャノン写真新世紀優秀賞、1998年コニカ写真奨励賞、2001年第26回木村伊平写真賞、2006年第13回 VOCA 展大原美術館賞、2012年新藤健人賞銀賞。その他の作品、 AKB48 アルバム「ここにいたこと」、カレンダー「嵐カレンダー」2009、映画「錯乱」2007年2月24日公開、「ヘルタースケルター」2012年7月14日公開、「ダイナー」2019年7月5日公開、人間失格太宰治と3人の女たち、2019年9月13日 PV AKB48 ヘビーローテーション、3代目 J-Soul Brothers 花火、 EXILE 拓郎1001秒、ゆず明日天気になあれ、高田久美ピンクスパイダー、グレイブリーズ、ニュース、フラワー、さよならアリス。以上でしょうかね。こういう感じの作品です。これは公式ホームページです。まあ、こういう写真を見るだけで派手な女性らしさが、結構和風な感じがいっぱいありますね。金魚とか花火とか、唇とかね。ところでしょうかね。皆さん作品を見ていただけましたでしょうか。というところで締めさせてもらいますね。あとはホームページとか、客中で紹介しておきますので、皆さんそれではチャンネル登録よろしくお願いします。いい評価もよろしくお願いします。それで紹介終了です。ありがとうございました。